PMDA の革新的製造技術ワーキンググループは日本において連続生産どのような活動をしていますか？はい、まず PMDA は厚生労働省のもと医薬品医療機器の審査調査を行う組織でございます。我々の行動理念としてより有効で安全な医薬品をより早く患者様に届けるということを理念に活動しております。医薬品の規制当局として革新的な製造技術に対して実用化に向けた課題の調査、その解決について協力的な姿勢が求められております。2015年から2016年にかけて、米国 FDA において連続生産関連の製剤、3D プリンター、このような革新的な製造技術を用いた製品が上市されております。我々 PMDA としてもそれらの商品、製品が日本市場に入ってきた場合に遅滞なく判断する必要が求められるため、これらの活動をしております。連続生産において、意識で課題があると思うんですけど、それを解決していくためにはさらにどのような技術が必要となりますかね。はい、研究班では、特に蛍光固形製剤の、製造技術を、生産機器を扱っているメーカーとの意見交換を行って、いくつか必要とされるコア技術について、情報を入れております。特に、連続生産のコア技術としては、原材料を一定量供給するための、ロスインウェイトフィーダーや、連続混合増流装置、また連続モニタリングを可能とする分析分光装置などが重要だと考えています。特にこれらの製品については、非常に販売しているメーカーさんが限られているということもあり、実際に連続生産を実用化した場合の機器のメンテナンス、また修理した時のパーツの供給など、それらの課題を解決していくことが安定生産に向けた課題かなというふうに考えています。日本は連続生産に関して他の国とどのような調和を、考えていく必要があると考えていますか。はい、まず連続生産について、またバチ生産について、特に医薬品の品質保証で重要となる基本的な概念については大きく異なることはないと考えています。しかしながら各地域の規制当局が必要とするデータセットについては少し違いがあるということが分かってきてまいります。特に処方変更、また製造方法を変えた場合の生物学的同等性の考え方、必要となるデータについて少し差異があるということが分かっております。これらについて早急に必要としないということは困難ですが、あらかじめ製薬企業さんにそういうデータが必要だということを周知して、開発の時に伝えなくそれらのデータが準備できるような体制を整えることが重要だと考えています。これら規制の違いというものを明確にすることが、今後 ICC 等の国際調和を進める上でも、あらかじめ議論となるポイントを絞る、そういうことができる、また国際調和につながるものと考えています。